お腹が空いた。バッチリバッチリ歯がツルツルだよ。キツネキツネキ気づけばいいかねに。お気に入りのお茶碗です。食パンは好きだけど、朝はご飯派。ご飯を作る際は見た目重視な人間です。私は朝は牛乳を飲まなきゃ元気が出ないから牛乳を飲む。パチリンコ朝食です。納豆と白米と舞茸と卵のスープと牛乳です。いつも朝はこんな感じです。基本的に朝と昼はなんか合体しちゃいます。食べます。いただきます。メイクします。基本的に休みの日はあんまりメイクはしないです。トロトロOK。ウクレレです。じじゃん。ウクレレ作詞作曲したみたい。絶対難しいだろうけど、なんか即興で弾ける人かっこいいよな。こんにちは。私は今朝目が覚めると猫になっていた。一人でこれやんのに虚しくなってくるわ。私は今朝目覚めると、私はウクレレを始めたのがもうちょうど9ヶ月か10ヶ月ぐらいになるんですけどね。なんで始めたかというと、母親がウクレレ教室みたいなのに行ってるのを見て楽しそうだなって思ったのと、もともとギターが弾けるようになりたいなってすごい思ってて、そこでちょっとコンパクトだしウクレレだったらもしかしたらちょっと最初弾きやすいかなって思って、そう買ったのが始まりで、じゃあ私のことを紹介する歌を作ろうかな。テレビ番組で一回披露する機会があったんだけど、そこで全然練習もしてないのにそこでやってみたらもう全然弾けなくて、それがものすごく悔しくて、自分的に今はだいぶちょっとずつ弾けるようになってきてるって感じですね。私ピアノは9年間やってたんだけど、もともと音楽大好きだから、私もステージでウクレレを弾けるかな。ちなみにウクレレ全部独学で、私参考書みたいなやつ、ちっちゃな本みたいなの見てやったり、ネットで調べたりして覚えてるけど難しい。でも楽しい。ありそうじゃない？猫の歌。猫、そんな猫アレルギーなんだけどね私。じゃあ日向のあの曲を最近、日向のとある曲を最近練習してて、あのねサビだけちょっとできるようになったからやってみようかな。でもコードがあんまちゃんと分かんなかったから、自分で耳で聞いてなんとなくこれかなって思って弾いてるので、多めに見てください。じゃあ悲しみ
うまくできなかった最後は。こんな感じでーす。今から映画を見たいと思います、ちなみに今日見る映画はめちゃくちゃ有名な君の名はを見たいと思います。泣きたい時とかちょっと懐かしさ、そういう青春エモい感じをに浸りたい時に必ず見る作品です。私見る時は基本的にヘッドホン見たりして自分の世界入ったりぬいぐるみとか、あとこじんまり端っこの方で映画見るの大好きだから今日もそうします。映画大好きで週に 2,3 本は結構見てます。映画館に行って見ることもあるし、あとは自分で今そういうスマートフォンで有料会員とかでも見れるので、それでダウンロードしたりして移動中とかに見てます。入れ替わってる？君の名はこれで見るのは9回目かな。今回見たら9回目。それぐらいなんか好きで見ちゃうんですよ。なんだろう、音楽も大好きだし、やっぱストーリーもなんかすごく私感動して、パラレルワールド的な、なんかすごい話は1回目初めて見てて結構難しくて理解するのね。でも理解できたけど、でもあ理解したらなるほどってすごくなる感じの、頭をちょっとね使う感じなんだけど、でもすごくそういう不思議な世界観というか、そういうストーリー系は私大好きで、意外にもアウトドア派っぽいというもうほぼほとんどの方に言われるんですけど、実はめちゃくちゃインドア派です。朝なんか平気で3日間ぐらい家から出ないとかも全然あるくらいインドア派です。なんだろう、別に外が嫌いとかじゃなくて、単純に映画を見ることがとにかく好きで、夢中になってると気づいたら1日終わっちゃってるみたいなこととかが多いので、だからどちらかといえばインドア派なのかもしれない。でも普通に外で遊んだり外で出かけるのもすごく好きなので、気が向いた時は外行ったりもします。結構意外かもしれないけど、休みの日は家で過ごします。普段あんまりこういう自分の生活感を見せることがあまりないから、ちょっと恥ずかしいなとか思いつつも、なんか本当に素なので、新しい私の一面とかも知ってもらえたら嬉しいなと思います。まあそんな感じですかね。ということで、以上私のモーニングルーティーンと休日の過ごし方でした。バイバイ。